まあ、ほんと鳩山政権ね、もうがっかりだなということがなんかずっと続いてるんですけども、まあ、今日、まあ、普天間問題でね、まあ、辺野古移設を明言したということで、まあ、本当にがっかりだなと。鳩山総理が言ってた復案は何だったんだと。まあ、それはね、まあ、ブレーンの橋本教授とかが、九州ローテーション案っていうのを、が、副案だろうっていうことはね、まあ、ずっと言われてたんですけども、まあ、その副案っていうのも、どこにも出ることもなくね、結局、辺野古かへと。まあ、これはね、その、まあ、ただこれでね、諦めて、ねえ、いいのかなっていう気はするんですけどね。まあ、それは、ほんとその、市長さんとかもね、それは、こんなんで引き下がれないと思うんで、まあ、沖縄県民も、で、まあ、国民もね、どういうことやねんと、いう声はね、やっぱり出していかない、いかんのちゃうかなと。まあ、抑止力論っていうのも、まあ、嘘だっていう、報道っていうのがね、まあ、いろんなところでなされてて、だから、その沖縄にこだわる必要は全くないっていう話で、まだ2014年にはね、その普天間、撤退してグアムに、移設するっていうアメリカの方針もあるんで、2014年まで待てばいいかなと。まあ、あとテニアンとかもね、テニアン移設というのもあるんで、ということでね、なんか何をそんなに辺野古に、こだわらないかんのかなと。やっぱりまあアメリカだけの問題じゃなくて、やっぱり利権がね、だからこれで得する、日本側の人たちっていうのがいるんじゃないのっていうね、そういう話だと僕は本当に思うんですけども、まあこれでね、まあ社民党は、まあ、怒りというか反対ということなんですけども、まあ、早く社民党もね、もう連立出た方がね、いいと思うんですよね。まあ、この問題で、まあ、民主党はその政権をね、まあ、倒されるまでいかないとは思うんですよね。まあ、支持率は下げるにしても、今回の参院選で、まあ、大きく負けるっていうことはないでしょうし、まあ、ひょっとしたら、過半数確保みたいな結果になって僕は、おかしくないかなと思ってるんで、まあ、ただ、これで支持をもっと下げるのが社民党じゃないかなと。まあ、民主党の巻き添えを食らってね、社民党が大きく、票を減らす可能性っていうのは、そっちの方のが可能性大かなと思うんで、だから社民党は早く、決断した方がね、僕は社民党にとっても僕はいいと思うんですけどね、まあ、それにしても本当になんか、バカにしてるっていう、なと沖縄県民からすればね、まあ、国民からしてもそうですけども、まあ、海を汚さないとか言ってて結局埋め立てかえと。ほんともう環境破壊もええとこやなと。って思うんですけどね。まあ、なんかほんと、だから、まあ、その、まあ、基地問題も、大きいですし、だからもうこれ鳩山総理のね、まあ、リーダーシップ、首相の資質の問題にも関わってくると思うんですよね。だから本当に、なんやかんやで僕はなんか県外移設、国外移設の方向ぐらいにはね、持っていけるんじゃないかなと、思ってただけに、失望も大きいっていうかね、まあだから最初からアメリカと交渉する気なんかね、僕はなかったと思うんですよね、鳩山内閣ってね。僕はほんとなんかね、それは思いましたね。だからなんか最初から、なんか、そのアメリカと話し合うっていうね、その丁々発止のやりとりなんか全然なかったわけで、ずっとアメリカの言うことばっかりね、その聞いてたようにしか見えないということでね、まあ、ほんと、まあ、これ、なんか、まだまだね、大きくと思うんですけども。